薄木天狗竹は、原竹木天狗竹科の天狗竹属に分類される、キノコの一種である。傘は半球型から開いて、ほぼ平らとなり、同生時には浅い皿状をなし、計3から12センチメートル、炭鉱色クリーム色で湿地はやや強い粘性が、あるが乾くと、やや剣士状の艶を表し、白色炭鉱色の板状ないし、傘蓋状、または、 低い半球形の脱落しやすい棒を散在させる。表皮はやや剥げやすく、周縁部は初めは多少内側に巻き込み、比較的短いが明瞭な条項を有する。肉は白くて、脆く、傷つけても変色せず、味も匂いも温和であり、水酸化カリウムその他の主役に反応しない。ひだは柄に、理性し、蜜で比較的、幅広く、多数の小ひだを交え、 白色あるいはわずかにクリーム色を帯び、円は全円状で多少粉状をなす。柄は長さ4から1 5トル程度、計0.5から1 5センチメートルであるが、基部は丸く膨れた、球根状をなし、白色クリーム色で、幼児には幾分、古状を呈し、上部に唾を備え、唾より下は時に微細なささくれを生じ、柄の基部には厚い板状ややいぼ状の、 壺の名残が、感情に付着し、中空である。唾は、薄い膜質で割合に脱落しやすく、白色クリーム色を呈し、上面には、不明瞭な放射状の条光を生じることがある。放射紋は純白色を呈し、放射は、楕円形高大円型で無色かつ薄壁、表面は平滑、要素溶液でほとんど染まらない。ひだの円をおよび、 唾の上面には逆フラスコ型、太い梱包形、円筒形あるいはやや防水形の薄い壁を備えた無色の不妊細胞が多数存在する。ガワシスチはなく、端式は4個の胞子を生じ、その基部にはカスガイ連結を備える。古実体の構成禁止にもしばしばカスガイ連結がある。傘の表皮は表面に平行に走る、古複性禁止で構成されており、 表層部では顕著なゼラチン化が見られる。梅雨時から秋に紅葉樹林、あるいはこれらに赤松やモミなどの新葉樹が混じった、林内の地上に点々と発生する。おそらく、これらの樹木に外星金根を形成しているものと考えられている。日本、韓国及び中国に分布する。日本では、少なくとも、本州以南には広く分布しているものと思われる。 従来は、欧米に広く分布するアマニタ・ゲンマタ・バーティルと同一種として取り扱われてきたが、後者は短式の基部にカスガイ連結がないこと、壺の破片の組織中の菌子は無色で、比較的多くの農場細胞を混在することなどが異なり、本種は独立種として区別されることとなった。学名は、東洋産のアマニタ・ゲンマタの意である。族内では、 傘の周辺部に放射状の状況を表し、放射が、要素溶液に反応せず、外被膜が脆くて、完全な袋状の壺を形成しない点から、天狗竹や紅天狗竹及び天似た玄股などとともに、天狗竹亜族の天狗竹節に分類されている。この位置づけは、分子系統学的解析の結果によっても支持されたが、一方で、 アマニタ・ゲンマタとの類縁関係は、古実体の外観から想像される、ほど近いものではないということも示唆されている。なお、ヒマラヤから記載された、アマニタ・アルトプス・ゼット・エルヤン、エムウェイスユ・バーウィン・ケラーも、薄テ天狗タケ同様に、単行色の傘を有する種類ではあるが、古実体がより小型で痩せ型であり、傘の表面の外皮膜片やだも、顕著に、クリーム色を帯びることや、 短式の基部、あるいは小実体を構成する菌糸にカスガイ連結を全く書いていることなどによって区別されている。天狗だ族に分類される他の多くのキノコ同様に有毒であり、イボテン酸、ムシモール、スチゾロビン酸、スチゾロビニン酸、溶血性タンパクなどを含むという。食べると発汗、意識混濁、嘔吐、下痢等の症状を起こす。ありがとうございます。